三条徹夜で昇進なし、決めた目標を先延ばし、そんなあなたの心の闇に光を差し込むアップルパイ。アダムもイブも欲しくて欲しくて、お楽しみのとこ悪い、気にしないで続けてくれ。悪いが、ちょっと通らせてくれ。はい、かしこまりました。失礼いたします。いやー、それが今、上司から指示がありまして。死体にしてお引き取り願えとのことです。なるほど、お前らの上司ってのはちゃんのことか。あんたとのんびり口利く気はねえよ。こっちはもうとっくに残業時間なんでね。お前、春日か。あいつら俺のこともう用済みだって言いやがって。すまねえな、巻き込んじまった。立てるか。ええ、多分。ならここを出て医者に見てもらえ。すいません。四代目、これ連中に監禁されてるとき床に落ちてたんです。何かのお役に立つんじゃないかと思って。分かった、とにかくお前は村瀬のところに戻ってろ。待ってたよ、桐生一馬。本当に一人で来るとは、噂通り大した度胸だ。
お前のボスはどこだ。俺を狙ってるのはチャンなんだろう。その通り。チャンさんはお前のことを高く買っている。この町を牛耳ってきたヤクザ、東上界の伝説的な四代目元会長、通り名は道島の竜だったかな。今の東上界六代目もお前には心酔しているという。俺たちの狙いはその六代目を我々との構想に引きずり出すことだ。そのためにはお前の死体をこの町に吊るすのが手っ取り早い。どんな組織が相手だろうが真っ先に頭を潰す。それがうちのボスのいつもの手だ。雑魚じゃ話にならねえ。チャンを出せ。ボスと話したいのならその資格があるか確かめさせてもらおうか。你们别忘记，等会儿老大要看他的尸体。别杀得太难看。